皆さんこんにちは、しおです。よろしくお願いいたします。ということで、5月25日、木曜日に行われましたモンストニュースのまとめをお話ししていこうかなと思います。結構盛りだくさんでしたね。いろんな内容が発表されまして、かなり満足度の高いモンストニュースだったなというふうに感じました。じゃあまず一発目、こちらチョイスガチャ。はい、まあ、前もねチョイスガチャっていうね名前でガチャは来たことがあるんですけれども、今回はちょっと、面白い形で、登場します。まず期間が5月26日金曜日から5月31日水曜日という、はい、5日間で、開催されるガチャになりますと。で、この5日間のうちに1回引こうねってガチャじゃないのがマジで気をつけた方がいいポイントだね。はい。で、おさらいすると一応表でねまとめてくれてたんですけれども、まあこんな感じです。1日1回無料で引けるガチャになってます。はい。なんで期間内に1回なんかちょっと強めのガチャを引けるって感じじゃなくて、毎日コンスタントに引いていけるよっていうガチャになってるので、それをまず気をつけてほしいのね。で、どういうガチャかっていうと、5属性火水木光闇の5属性から毎回、どれをどの属性を選ぶかっていう、それをチョイスすると。で、その属性の中から、キャラクターが出ますよと。で、一応限定も今回対象になってるらしい。で、排出確率がなんと 50%。 はい、まあ結構熱いですね。その中に限定キャラも含まれてるし、まあ星56通常キャラでも今ではねかなり強いキャラクターもいますので、まあ 50% の確率で当たりが引けると。で、かつこれ今回フレンドと2人で引けますと。はい。で、フレンドと2人で引けるんですけれども、その両方とも1回ずつ1連ずつ引くわけですよね。で、 50% 引けるか引けないかみたいなのをやって、両方が引いたキャラが、両方ともに届きます。こっちで渡つみ、こっちでスノッリのエッタを引いたら、両方に渡つみとスノッリのエッタが配られるみたいなイメージですね。はい。なので2人で引いて2人とも 50% を引いて、で、その2体ずつ星56をゲットできたねっていうのが一番幸せなルートでございますね。まあ、最悪なパターンは、こっちで幸福の王子を引いて、こっちでアフロディーテを引いて、雑魚2体が両方に届く。これが最悪のルート。でも 50% なんで結構美味しいですよね。で、ここもう一個気をつけなきゃいけないことがあって、このフレンドっていう仕様がどういう風なことなのかわかんないですけど、多分モンスター内でフレンドになってる必要があるのかな。で、かつ LINE で募集ができないものになってるんで、ちゃんと対面で会えることができない、多分できないんじゃないかな。もしかしたら394とかでできる、あ、でも394とかではできるか、うん、だからフレンドにさえなってれば遠距離でも LINE じゃなければできるっていう可能性はありますけれども、一応そのお友達と引くっていうものになってますね。で、もう一個大事なのが、1日目に引いた同じ相手と2日目以降できません。これめっちゃ大事。下の方にちっちゃく書いてあったんですよ。同じフレンドと引けるのは一度のみです。これめっちゃ大事なんで、俺も前日ね、嫁ちゃんとかで引こうと思ったんだけど、毎回相手を変えないといけないんですよね。だから少なくとも5日間フルで2連ずつ、まあ要はお互い1連1連で引いていくには5人とちゃんと引かなきゃいけないと。はい。だから今のうちにもう5人予約しとかないと埋まっちゃうんで、マジで気をつけた方がいいね。だから5人グループとか組んでれば、ダメか、5人グループで組んでると1人いつどっかで休みが出てくるのか。だからそれがちょっときついっすよね。だからまあそこをちょっとなんとかしないといけない感じかな。なんでまあそこをちゃんと集めとかないと、まあ、一応ソロでは弾けるのかな。まあでも 50% が2回受けれるか1回受けれるかな、さ、そんな大きい差にはならないと思うんですけど、まあでもね、両方当たり引いた時に2体もらえたりしますから、できる限り誰かと引きたいっすよね。で、仮にその周りに友達がいないとかだったら、その SNS とかをね利用したりとかして、まあそういうところで、一時的にフレンドになってモンスターにね、で394とかのその ID で、まあそのあれね、パスワードつけてノラみたいな感じで、その人と一緒にこう今日は引いてみたいな感じだね。よく見るよね、こういうのはね、 SNS で募集してて、このキャラ一緒に狙う人いませんかみたいなね。はい。そういうのをやってて、でその日だけフレンドになって、で一緒にその利益がある同士で引いて、で次の人また募集してみたいな感じでね、やってる人もいたりするので、まあ何かしらの対策を練っとかないと、ちょっとね、最大に得するっていう方法は取りづらいと思うんでね、お気をつけください。はい。てな感じですね。まあこんな感じは一旦置いといてですね、今回の目玉でありましょう。今回こちら、超獣神祭限定、はい、来ましたと。しかも CV が中村ゆうじさん、半端じゃないですね。めちゃくちゃイケメンのキャラ来ましたね。久しぶりに男キャラ来た感じするね。キリンジ、はい、新限定でございますと。で、2形態、超獣神祭、属性限じゃないので、超獣神祭は2形態ちゃんと用意されてまして、1形態目、革命家の方かな、こちら。はい、ベジテバラぶっ壊すマンですね。なかなか仲よ、これは。相当ですね。超バラ解放できて、コネクトスキルの足かせもない、超アンチダメージオール、超ワープの闇属性キラーと。
いやこれ強いだろうよ、うん、スピードアップ&敵に触れるごとにパワーがアップと、うん、これは強いだろうね。敵ドンでしょ、うん、これ強いよ、さすがにこれは強いと思いますね。殴りにおいてはもうほんと今の中でもトップクラスですね、最大火力がね。で今の段階でもベジテパラに使えると、うん、で他のところでもかなり活躍できるスペックになってて、殴りキャラかつドレイン M 持ってるのがめちゃくちゃ偉いんですよね。で最近やっぱレーザー攻撃を主軸に攻めてくるってクエストも増えてきたんで、超レザスとかね、あの注目して活躍するってシーンがすごい多いんだよ、うん、なんで超レザストップっていうのはマジで今強いアビリティだから、そこも考えるとマジで強いだろうね。まあリラと同じアビリティに被せてきたなら回復の方はリラの特権にしてほしかった感じもしますけど、まあね、強いキャラが出てくることには全く文句はございませんので、これは強いね。で、あからさまな殴りキャラじゃん、 SS フィニッシャーじゃん、めちゃくちゃ強いんだけど、これね俺やばいと思う、これエナジーポット、あこのね超絶オールレンジバレットも大概やばいと思うんですけど、エナジーポットこれ強いんじゃない。俺なんかすげえ前の動画で何回か言ってるんですけど、これ今ハービセルが持ってる友情なんですよね。でハービセルをもう運枠になって何回か使ってるって人は分かると思うんだけど、ハービセルの段階から理想火力が出るとぼちぼちダメージ出るんですよ。でハービセルってあれパワー型なのね、パワー型がまずそもそもバランス型になって、超バランス解放したら属性友情なんで超バランスの OK 乗ってくるでしょ。それに闇属性キラー 1.5 倍乗ってくるんですよ。うん、いやクソ強いと思うこれエナジーポット。まあなんか今のねトップクラスのそのリフレクションリングだったりとかルミナスレイとかそういうのの威力に届くかって言われるとそうでもないと思うんだけど、でも大概出すと思うエナジーポット、あエナジーポットってちゃんと使うとこんな強かったんだっていう風になるぐらいには強いと思う。だこれちょっと楽しみっすね、パワーじゃないエナジーポットのこの感覚使った時の、これめっちゃ楽しみだね。対闇で打つこのエナジーポットね、めっちゃ楽しみ。でも超絶オールレンジバレットは多分相当強いと思うんですよね。だからベジテパラだけじゃ止まらず友情キャラとしてもぼちぼち活躍してくれるような、性能になってるんじゃないかなというふうに思いますね、キリンジ。はい、ということでもう一個の携帯こちら、はい、これがねもう光ダメオ転送とかだったらどうしようと思っちゃいましたよ。さすがに違いましたね。超 AGB 超麻酔 M のアンチ魔法陣アンチブロックでダブルキラー、何しとるんこれは、これはやばいっすよ。で砲撃型でございますね。はい、これはどうなんすかね。これさ、まあ、天魔10なんですよ。もうこの4アビリティって言ったらもう今真っ先にねみんな天魔10が思いつくと思うんですけれども、いやこれはもうね天魔10ってもう満員なんじゃないの満員なんじゃないかな今で。結構初手で千早をね使ってる人がすごい多かったと思うんだよね、あの持ち前のキラーと、ね、持ち前のキラーでか、まあ、キラーでその千早を使うって人すごい多かったんだけど、これ即殺運用するなら SS が初手から貫通変化で打てるんですよ。で貫通変化加えてパワーがアップっていうのがあるんで、こんだけのバチバチのキラーにさらにパワーアップの倍率も乗ってくるんで、おそらく初手のアマテラス右上行って帰ってくるあの千早のムーブで倒しきれるんじゃないかな。対比紋章の対比とかは必要になるかもしれないですけど、これ多分倒せますよねこの感じで、このタイミングで出してくるなら。だって超麻酔 M で2倍、バイタルキラー M で2倍、ファーストキラーで 1.5 倍なんで6倍でしょ6倍から SS 倍率のパワーがアップ、そっから紋章を乗って過激ももられるってこと考えたら、これ多分天魔10の初手斜めムーブ千早と同じことができるんじゃないかなと。で千早は本当あのイザナミのところ以外では、まあ、そんなにだったじゃないですか道中。だそこの部分も友情コンボで雑魚処理してくれたりとか、まあ、貫通変化、まあ、当時のオニキスみたいな立ち回りができたりとか、芝戦とかでも大体の活躍できますよね。なんでめちゃくちゃ強いと思うんですよね道中もね、なんで1手目だけじゃない千早って感じの運用になるのかな。だからがっつり周回するって人にとっては欲しくなるキャラだったりするんじゃないかなと思いますけどね。ただもうなんか11手12手13手みたいな手数でねやってる人に関しては正直もう理論値出してるらしいんで、今ほとんど本当もう理想系のなんか手数で攻略ができちゃってるらしいから、わざわざそこ変えるためにいるのかって言われるとちょっとわかんないですけど、でもちょっと欲しいよねこれ、強いもんねちょっと意味わかんないですもんね。でもこの性能そのまま持ってね転送壁とか持ってきたらね9楽になったって人結構多かったと思うんですけどね、さすがにそこまで甘くはなかったと。いやでも強いと思うな。でこれ友情しれっとさこのスペックで新友情もらってるのやばいっしょ。よかったよタッチ貫通なんじゃなくて。
で、サブ友情が反射ウォールボム。これどうなんですかね、反射ウォールボムっていうとポンポンってなるっていうイメージだったんですけど、これさすがにさ、反射するときに一回爆発するよね。これしなかったら、いや、だいぶ意味ないですもんね。意味ねえか。普通に反射したときに爆発しなかったら意味ねえか。ただの使いづらいウォールボムになっただけか。そうだよね。さすがにね、あ、でもアイコン的になんか爆発する感じ出してますね。1回目で反射したところでも、なんか爆風みたいなあれがついてるんで、アイコンに。多分2爆発するんかな。1回目壁触れた爆発、2回目飛んでった2回目のとこでも爆発なんで、結構雑に出してもいろんな友情が誘発できたりするのかな。あとはもうウォールボムとの威力の違いとかがあったりするのかなっていうのが気になるところですけど、まあそれはもうニュースが上がってる、ニュースのまとめのこの動画が上がってる頃には判明してることだったりするのかな。はい、てな感じですね。いや、限定が強いね。今年の限定マジ強いっすね、本当に。これは強いよ。いや、少なくともこいつ1体持っとけば、ベジテパラと天魔10ではもうすこぶるトップクラスの活躍するのは間違いないと思うんで、いやー、だからもう現状の活躍があって、そっからなんかね、また未開だったり爆絶だったりとかで、このスペックだったら無理してどっか連れてくとかもあると思うんで、っていうのが出てくるキャラだから、今年のね、オリジナルの方の限定やばいっすね。マジで強いっすね。これは欲しいな、一本な。少なくとも一体は欲しいなっていう性能でしたね。はい。ですね。はい。ってことで、次。普通の方ですね。通常キャラの人たちですね。はい。じゃあまず重心か。こちら。総比。はい。総比が来ましたと。まあ、総比ね、イラストが最初ね、重心化の、ムービーで流れてきたときに、こっちの総比のイラストになってたんで、うわ、壁ドン捨てたお前って思ったんですけど、しっかりちゃんと持ってきましたね。進化の総比のいいところっていうのを、残さず持ってきてくれた。壁ドン、キラー、コピー。しっかり基本のね、総比から持ってきてくれまして、まあ、戦型はパワー型なんですけれども、そのパワー型ではね、そんなに関係、そのパワー型のね、デメリットをあんま影響を受けないコピー友情を持ってきて、それに属性キラー乗っけるっていう形の、キャラクターですね。はい。で、これ面白いのが、ワープマインスイーパー M なんで、ワープと超マインスイーパー M で耐性もあるっていうことなんで、これさ、あれだね、今やってる光の冒険戦の2の、アポストロス、ウェルデン。これ多分俺が今のところ光の冒険戦っていうのはいろんな構成で今やって遊んだりしてるんだけど、もうなんかいろんなやつが2体目できそうなぐらい光今やってて、いろいろ運枠使ったりいろんな構成でやったりしてるんだけどね、やっぱね、ウェルデンがいっちゃむずい。アポストロス2がいっちゃむずいっす。2つ目の島のアポストロスがもう多分抜けてむずい。本当に難しいですね。まあ、キャラがいなかったりすると、もちろんね、バフィックだったり、サーラスの方も難しいんですけど、まあ、キャラが全部ガチガチにいるよって状況で一番難しいのはウェルデだと思うんだよね。で、あそこ何がむずいって、まず、バリアを割って、プロテクトバリア張ってるから、そのバリアを割って、そのままこう行ったりして地雷回収して、その後戻ってきて殴るみたいな。はい、クエストなんですよ。で、そのラグが結構ストレスで、そのバリアを割ってる最中に地雷回収して、地雷をバリアに使っちゃったりとかがあるんで、まず超魔水がすっげえ強いのね。で、加えて、そっから一撃一撃の威力が重いやつが強かったりするんだけど、これ壁ドンは強いだろうね。さすがに。ただ、あそこ、今言った手順を踏まなきゃいけないんですよ。バリア、バリア、右行って地雷拾って、加速床乗って、ドンドンみたいな。この過程で加速床があるとしても、パワー型の装備は多分スピードが足りないシーンの方が多いと思うんで、カーリー、アルスランアルファ、あとはラムアルファとかかな。この辺がウェルデンの加速枠としている人だったら、すこぶる活躍が見られるんじゃないかなというふうに思いますね。非属性キラーもあったりするんで。ただまあ、マソとかと比べると、通常時の火力はキラーあっても多分、マソの方が強く感じちゃうと思うんですけれども、まあ、清掃を打つってとこに関しては、めちゃくちゃ強いと思うね。まあ、ああいうクエストはね、まあ、原理そうなんですけど、難しいマップと難しくないマップっていうのがすごい極端に分かれてるクエストなんですよね。だその苦手な難しいマップってところで、この早期の SS を使ってあげれば、かなりそこは楽に突破できるんじゃないかなっていうキャラ。な、結構いいとこついてきたなと思いましたね。機械はね、毎回始まって結構最後の方にね、今更みたいな。今更アポストロスの適性みたいな感じで来ることが多いんだけど、結構今回一番難しいところの、ね、多少救ってくれるようなキャラクターが早めに出たのは、結構ありがたいですね。当時なんかトルノバの時とかさ、全然あれっすよね、後からできたやつも、まあ、結局そのなんかもうみんな終わってる時に出てきたみたいなのすごい多かったからね、これ助かるね。次、最後通常キャラですね、獣神化カイでございます。ムツムネミツで、
はい、陸奥宗光はね、カメハメハ現象が起きなくてよかったですね。まあ、もともと持ってた陸奥宗光らしさ、陸奥宗光が強いって言われてた理由ってところを全て継承して、さらに強くなったっていう感じのキャラになりましたと。はい、まあ、陸奥宗光はね、俺正直ね、1個前の段階で強いって言われた時から好きじゃなかったんですよ。正直ね、あんまり好きなキャラではなかったんですよね。なんでかっていうとこれなんだよ。理想火力が高いんだけど、その理想の条件がちょっとめんどくさい。これね、魔法陣ブースト M なんだよね。魔法陣踏んで鶏状態になってると、火力友情2倍になるってアビリティなんだけど、そもそも魔法陣がないクエストでは死にアビリティになるし、魔法陣があるクエストでも奇数踏みしてちゃんと鶏状態になっていかなきゃいけないんですよね。うん、でじゃあ鶏状態になって友情の威力2倍にした、そこに友情ブースト乗ってきてめちゃくちゃ強い友情を砲撃型で出すよっていうのがこいつの強みなんだよね。うん、でまず一つ目がこの分裂貫通衝撃波っていうのが、今の時代のトップクラスの友情に比べてちょっとやっぱね、使いづらさっていうか、うん、もう今はなんかほとんど全体に絶対当たるみたいな友情があるんだけど、これは結構ムラがあったりする友情なんだよね。あとボスと1対1の時に弱点取りづらいとかいろいろあったりするんだけど、ってことはそれなりのやっぱ威力が欲しいわけよ。うん、でさっきの通り魔法陣ブーストのところでちょっと魔法陣をどうにかしなきゃいけないっていうデメリットがあるのと、鶏状態で自分が最大の倍率出せるって状況の時に鶏状態ってさ、 SS 打てないんですよね。はい、で陸奥宗光のいいところはこのスピードとパワーが一定期間アップっていう SS でもあるんで、はい、SS 打った次のターンとかにブースト M で踏んで、これ今ターン継続何ターンなのか分かんないですけどね、今の段階では分かんないですけど、でやっと理想火力っていう風になるにはちょっと難しいのかなっていう風に思いますね。うん、だから逆に言うと魔法陣が出てないクエストはこの SS で倍率を補ってねっていうキャラだとは思うんですけど、まあ今の時代どうなんでしょうね。うん、だから結構ねライブのコメントとかではね、サンザルクの友情キャラとして置いとけるかもしれないねっていうのは、いくつか来てましたね。はい、なんで、まあ、サンザルクみたいなね、手順を踏んで矢印を2個弾かなきゃいけないクエストとか、ああいうところ友情で破壊してくれたらめちゃくちゃ役立ちますけどね。うん、ちょっと一回使ってみたいなと思いますけれども、はい、ってな感じかな。はい、陸奥宗光さんはですね、はい、ってのが、まあ、5月25日の、モンストニュースの内容でございました。はい、まあコラボはね、鳥獣コラボで、まあ、リコリコだったりね、推しの子だったり言われてたんですけど、まあ5月25この時点で鳥獣がもう限定発表されちゃったんで、まあ、ほぼ確定で、ないって言っていいんじゃないかなと思います。ただ次のニュースが6月1日になりますんで、6月1日発表の3日スタートとかはまあ平気でやってくると思うから、そこでワンチャンコラボがあるかもなってところね。うん、言われたのはね、6月に確かブラッククローバーの映画があったりするのかな。なんでそのブラックロー系のなんかあるかもねみたいなのは言われたりしましたけど、まあそれもね、まあ薄い根拠ではあるんで、まあ映画がやるといえどね、はい、まあその辺は期待してもいいのかなっていうふうに思います。あとはまあコラボが来る確定じゃないですからね。そもそも7月にねモンドリっていうイベントがあるんで、まあ、そこまでのつなぎにはなっちゃうと思うから、どういう感じになるのかなっていうのは、ちょっとまだ分かんない状況でございますね。はい、ってな感じでしたね。はい、ということで、本日のモンストニュースはこれで終了でございます。ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったらね、最後にチャンネル登録高評価もしていただけると嬉しいです。ってことで皆様、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、ありがとうございました。